2008年8月9日、中国北京の古老で、2人のアメリカ人旅行者とツアーガイドが殺傷され、内一人が死亡した。そして、犯人は古老から飛び降りて自殺した。この事件は、北京オリンピックの期間中に発生した。外国人に対する犯罪が少ないとされている中で、この事件は起こった。 事件現場となった登場区の頃を2008年北京オリンピック期間中に北京の13世紀の頃を訪れていた3人が甲州出身の東栄春容疑者に襲われナイフで刺された。被害者はミネソタ州レイクビルから訪れていたトッド・バックマン、その妻バーバラ、そして女性中国人ガイドの3人。このうち亡くなったトッドは女子バレーボールのオリンピック米国代表選手で プレミアリーグにも所属していたエリザベス・バックマンの父で、あり、米国男子、バレーボールチームコーチヒューマッカーチョンの義父にあたる。妻のバーバラは重傷を負った者の,の一命は取り留めた。そして、犯人は40メートルの高さの頃から飛び降りて、死亡した。米国オリンピック委員長のピーター・ユベロスと、米国大統領ジョージ・ W ・ブッシュは共に、哀悼の意を述べた。容疑者は、 人生の大半を広州の郊外で過ごし、国営景気工場で20年以上働いた。捜査官によれば彼には犯罪歴が全くなかった。捜査官は彼が家庭問題を抱えていたと報告している。党の同僚は彼の性格について頑固で大いに不平を言い、非常に皮肉屋だという。別の元同僚は党が短期でいつも社会に対して、 不平を言っていたという。警察の発表によると、当は2006年に二度目の離婚を経験。21歳の息子が面倒を起こし始めたので、次第に失望するようになった。息子は2007年5月に詐欺の容疑で拘束され、2008年3月には、窃盗の罪で懲役刑になっていた。ありがとうございます。